Hey guys! モンスタージョン TV! はじめました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガズーストでやっていきましょう。今回でございますけども、ジャンプ初見読み、やっていきたいなと思います。これテカるんだよね。あー、これ、ここ。ここ、あ、ベスト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 。これ、ベストでございます。この光がね、光でカーッとさせちゃうからね。はい、今回でございますけども、大きく大丈夫かな？大きくがね、前回、最後の最後です。パーン言うて、行かれましたから、大丈夫かなってか、どうなったのかなっていうね、それがもう気になって気になって仕方なかったということで、早速見ていきたいなと思います。今回は、どこかな？ 1、2、3やね。よいしょーで、こう飛ばしていって、飛ばしていって、もう一個。あ、しっかり！あ、しっかり！よっ！来た！来た！ちょうどよく来ましたね。ワンピース第994話、またの名は、ヤマト。ということで、なんかヤマト活躍するんですかね。楽しみでございます。そして、ついにギャングベッジのオーマイファミリー最終話ということで、祝砲に揺られて幸せの船は行く。祝砲なんですね、これ。いいじゃん、いいじゃん。なぁ、素晴らしいですね。もうこれで、なんかベッジたちの方は幸せな感じでございますね。だけども、特に幸せになってほしいのは、やはりね、このワノ国の人たちということでね、どういう風にここからなっていくのか、早速見ていきたいなと思います。そして、994話ということで、あと6話でいよいよ1000話でございます。すごいですよね。1000話ですよ。どんなイベントが開催されるのか楽しみでございます。ということで早速見ていきましょう。イベント始まっていきます。はいはいはい。態度大暴れ。あーっと、おきく屋上から離れろ。あー、お犬様かっこいい。おー、すげー。なんやこれ、すごっ。そういうことね。キーモンが傷をジャーってやって、これ絶対バカ痛いよね。痛いよね。うわぁ、なんかね、これで思い出すのが、ソーって映画があって、ソーの1かな？まあその時に足を自分で切って、で、まあそのゲームから抜けた兄ちゃんがいるんですよ。で、そいつの後のことっていうのが、多分ね、4か5とか、下手したら6ぐらいで、後半の方で、その後どうなったのかっていう、1の兄ちゃんが助かってどうなったのかっていうのが描かれるんだけど、その時、まあ自分で足切ってるからで、そいつお医者さんなんですよ。だから、出血死してしまうっていうのを自分で分かってるから、通路にあったなんかそのパイプ、めっちゃ熱いパイプよ、それに自分の傷口をズワーってつけて、うわーって言いながらも何度か傷口を塞いで助かったっていう話があるんだけども、それをなんか連想しちゃうね。全然関係ないけど、うわー絶対痛えなーって思った矢先にこの表情。全然なんかみんな驚いてないというか、すごいよね。もう精神力は半端ないよね。そういうことね。いつでも覚悟があるっていうことやね。はあはあはあ、カイドウさん、俺は侍が好きだ。ロジャーも白ひげも。っていう風に言ってるね。うまくやりやがった。ここでも言ってるね。確か、白ひの屋さんの時もね、うまくやりやがったよっていう風に言ってたもんね。時世じゃねえがよ。死は人の完成だ。めちゃめちゃかっこいいな、こいつ。そうだろ？終わろうかって言って。ねえ、で、うぬぼれるなカイドウ、貴様にやられて、誉れなどないっていう風に言っているんですね。はぁ、かっこいいね。超かっこいいね。もう生かすね。っていうか、気になるな。死は人の完成だっていうね。なんか気になるね。この表情で人に戻って、ここで人型モードに戻って、死は人の完成だって言ってるのが若干気になるよね。前にこいつなんか大津系なのかなとか、なんかね、生物って言われてるから、人の完成ってなんか若干客観的な感じがするけどもね。はい、ところ変わって、城内一階ということで、麦わらジンベエだー言うて暴れておりますね。さすがでございます。クロワシはなぜ言わねえって言って、サンジ君、そうだよね。はい。もう彼ら二人がピックアップされて、サンジ君は名前が上がらないというね、もうふざけた話ですよね。サンジ君だってもう有名ですよ。まあさすがにまあ、15億のこと、渋海ね、元渋海は、まあまあまあ、伊達じゃねえな、ということでね。おーっと、新たな強いやつが出てきたか、これは。フォートリックス。フォートリックスとハムレット。名前めっちゃかっこいい。新内、ダブル新内。見た目が変だね。見た目が変ですね、すごく。なんか、フォートリックスとかなんか変に強そうなんだけどもね。ハムレット。うわー、これさ、核見たらどんな反応するんだろうね。すごいな、キリンジャーって言って、バーってさ、首を伸ばした先に自分がおえしょってこう出てくるって感じでしょ。とんでもねえな、これ。もう訳わからんもんね、これ。いや、なんか面白い。おー、生え方言うて、ジンベイとサンジ。いいね。もうね、気の合いようが最高ですね。もうずっ
込み入れながらバコン言うてね、もう芝居ていくっていうね、強そうだって言ったら自分がなんかちょっとなんかこういう風に名前出るとさ、なんか強そうだからするじゃん、するんだけどもね。ところ変わってライブフロアということで、あー出た、これは氷鬼ね、氷鬼寒い助けてー言うて、ひどい状態ですね。クイーン様なんで俺たちまでいやー言うてね、もうこれはもうスマイルの影響でございます、笑っておりますね。だが寒い鬼になるって言ってね、超怖いねこれ。プレジャーズどうせお前ら笑うことしか脳がねえんだ、役に立て、ひどいね、笑うことしか脳がないってそういう風にさせてるんだから、ひどいな。逆10回速弾、うわ手前のこの兄ちゃんすげえバレットに似てる、ヘッドホンみたいなしてね、何聞いてるんだろうなってすげえ気になるんだけどもね。はいはい、なんかバレットっぽいです、バレットっぽいです、以上、現場からは以上ですバレットっぽいです、これがバレットかこれがバレットか、これが秘病かみたいなで言っておりますね。肌で触れるな、武器を返せ、はいはいはい、触れたらダメ、武器を返せ、うんうんうん、いがれてやがるクイーンの野郎、鬼は敵味方無差別に襲ってくる、おーおお、鬼は番衆の方も攻められておりますね、これはすげえな。で兵庫の親分、おーらら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 、大政の大親分が感染した、やべえじゃん、うん、しかも死のうとしてんじゃん、うわやば、本当にねこの表現になってるかわかんないんだけど、両方ともめちゃくちゃかっこいいな、すげえ、大政の親分ね、もう仲間にね攻撃をするぐらいなら、傷つけるぐらいならもう自分で自害してやるっていう、でそれをね表示が止めるわけでございます。もしも治らんのやったら俺がお前をやるって言って、すごいな本当に、すごいわ。でもなんかあれだね、ちょっと関係ないんですけども、確か頂上戦争でもこういったような流れがありましたよね、ルフィ君に操られて、アトモスかな、だからなんかでかいやつは大体操られる説ってのあるよねでかいやつは操られるっていう感じでございますね。あーね、おい兄弟やめろな、一緒にこの海賊団に入ったじゃねえかって、ひでえよクイーンさん仲間にまで、でこれはね治った瞬間マジ110海賊団こいつらやめるんじゃない、もういいよ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 、こういうのなんですよ、やっぱね110海賊団ってクソなんですよ、なんかパワーで押さえつけてる恐怖とかね、そういったのでやってるから、どんどんそれで小さな力っていうのが集まって大きな力になるからね、小さな力舐めすぎやん。おっと、戦闘中に薬を作って鬼たちに打って回るなんて現実的に不可能だ、おー、ウイルスを作った黒幕がいる、はいはいはい、抗体を奪いに行くっていう話ですね。あーすごい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 、とはいえよりによって王冠番奪うなんて至難の技って言ってるのがこの男、骸骨マスク。あなたは四皇から何を奪った、ブルックさん、あずな自信持っていいんじゃないですか、交代、しかもたかが王冠番、自信持ってくださいよ、四皇からあんだけ大量にいたやつらからね、何を奪ったんですか。俺もうねブルックのこんなね弱気なね発言信じないから、信じない、演技、多分ね実際はサクッと取っちゃおうかみたいな感じで思ってるんだけど、ちょっとねパフォーマンスでちょっとね、やっぱね彼はねアーティストなんで、ちょっとこう雰囲気を作ってるっていうね、もうどうせサクッとシャシャッ取っちゃうよはい、ということで、はい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 、異常冷却ね、ゾンビ、あ確かにゾンビだね、はい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 、おお、感染者はこのままいると死んでしまう、はあ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 、命を持って1時間香料になったやつは親友だったか上司か部下か、むはは、今人生最高に元気かもしれねえな、最後にしっかり抱きしめてやるよ、うつるがな、むはははって言うと、もうクズです、クズです、まだ趣味悪い新兵器作りやがってって言ってアプーがね、はいはいはい、ところかところアプーが、こんなフラごめんだぜ、扉を開けてくれ、ブラザーアプー、なんだ、おお、こんなで唯一1個しかないんだ抗体、やば、唯一の抗体、うん、奪われたら残殺の刑だぞ、はあ、さあいよいよ始まるぜ、クイーンプレゼンツゲームライブ、チャンスがなけりゃゲームじゃーねー、殺し裏切りろ裏無用、これより鬼ごっこアプー、はこれやべえじゃん、ちょっと待って、なんか始まってんじゃん、そういうね氷鬼、やっぱ俺前回動画で言うたやん、氷鬼なの鬼ごっことなんか似てるねって、うわーうーわー待てクイーン、怒りすぎだろてめえって言って思いっきり走って逃げてるっていう、これはやばい、1時間逃げ切ればアプーの勝ちで、捕まってしまったら惨殺、はいこれ来ましたね、多分捕まるなりなんなりするでしょう、そうなったらアプーもう戻れないから離脱です、バカだね、どんどん力がね外で逃げていくと、いいじゃないですか、いいじゃないですか、はい、そしてところ変わってドーム内右脳とということで、そいつら抱えて逃げ切れると、でも、山登っちゃうということで、はいはいはい、ここでね、佐々木が来るわけでございますね。うん、もしかしたら、チムニーパパ、動画出しております。うん。
はいはいはい、ここで桃之助を殺そうとしているわけでございますね。おお、しのぶちゃんも助けると。僕は20年前光月おりの初期を見れた。そうだよね、いたもんね。あなたの言葉で僕は泣いた。おお、光月おりの生き様に泣いた。おお、何これ、3つダメージ食らってんの。ちょっと待って、え、やばい、大丈夫、クリア走った。あ、見てたんだね、カイドウに落とされるモモくんを。はい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 。おお、めっちゃぶっ飛ばしてんじゃん。あ、そういうね、うわ、あー、これ熱い、熱い、熱まり、熱まりバカタレ、実行救済します。つもりバカタレ、そうきたか。かっこいいのに、かっこいいのに、なんてこったい、なんてこったい、なんてこったい。そうきたか、そうきましたか。うん、しかもこうやってなんかぶっ飛ばされたらすげえバカな顔してるな、申し訳ないけど。はい、これはもうすごいよ、すごいよ。なんかもういろんなことが起きてるね。裏切りのフラグが出まくっていると。まあ仕方ないよね、強制プレイでやられているわけでございますから、裏切りのフラグが出まくるわけでございまして、そして新たにこのね、もうヤマトが助けに来てくれて、もういろいろ広がっていくというね。で、やっぱルフィ君たちの方も気になるよね。なんかサンジ君の名前が呼ばれないのかわいそうだからね、そこはなんかなってほしいなっていうふうに思ったりとか。そしてゾロ先輩はまだそんなにピックアップされてない、溜め込んでるよね。どこでゾロ先輩大活躍来るのか楽しみでございます。そしてワンピース1000話までいよいよあと6話でございます。どうなることや、1000話で一体何が起きるのか、もう私には想像つきません。ただ言えるのは楽しみでございます。ということで今回この辺にしようとしていきましょう。いろいろな気になったところがございますので、それはまた次の動画でお話をしていきたいなと思います。ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタン、よろしくお願いします。 OK ですか。それでは最後になります。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシットならグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。